皆さん、なんと35 GTR、 これね、まあただの35 GTR じゃないんですよ。これね、もう発表されてるんですけども、2022年モデルの、35 GTR のニスモ。そしてこれ抽選僕外れちゃいました。 T スペック外れたんですよ。これ皆さんの力でなんとかなりませんか。これね、これに乗らなきゃね、やっぱね、これ GTR じゃないから、これ35 GTR じゃないと僕は思うんです。でその実力を今回このサーキットで試乗させていただけるということでやってまいりました、ね、皆さんにこの本舗初公開、このサーキット走行35 GTR T スペック、僕が一押しのこの35 GTR、皆さんに見ていただきたいと思います。いやもうね、走り出していいね。これなんだろう、しっとりしたこのしなやかさ、車のいいな。なんだろうこれ、すごい上質な車、これぞこうプレミアムグランツーリスモってのは、これね、スポーツカー、高級スポーツカー、なんだろうね、もうなんかほんと嬉しくなっちゃってさ、なんて言ったらいいかわかんないんだけど、この内装見て、この色もいいし、シートがすごくいいんですよ。フォールド感あるし、このやっぱりこのシート最高だな、やっぱり GTR の。とにかくね、このロールする感じとか、こうサスペンションが動く感じがね、すごいしっくりくる。自分のハンドル切った感じと車の動く感じがね、すごくしっくりきて、すごくいいですこれ。上質なこの乗り味と、やっぱり今までの GTR の良さをね、失ってないね、これね。本当に完成したね、これね、GTR、35 GTR。いや、柔らかいってか、しなやか。気持ちいいね、心地よい。ハンドルグーって切った時の、まあ、正直言って今までのこう GTR の嫌なフロントの入らなさ、逃げる感じっていうのも本当ないです。上手にこうスピード上げていこうと思ってると思いますがね、ロールする感じいいな。このくらいのがやっぱりいいよ、やっぱりスポーツカーは何でもかんでも硬くしてさ、グリーンがいいな。やっぱりさ、車乗ったらこの見える景色が大事だよね。バックスキンのダッシュボードにこのグリーン、日が当たったこの感じとかすごいいいね。やっぱ車に乗る嬉しさとかさ、所有する喜びっていうのはやっぱりこういうちょっとしたところでやっぱり出せるんで、ちょっとこれイギリス車っぽいっていうかね、もう日本の日本車じゃないですよこれは、うん、もうこれ世界に通用する唯一多分日本のメーカーが作ったスポーツカーの中で、まあね、トヨタで言えば LFA で、やっぱこの日産 GTR、 世界どこ行ってもこの日産 GTR ってのは通用すると思うん でさらに今回のこの T スペックはこれもうどこ持って行っても恥ずかしくない。ポルシェ乗ってる人もこれだったら満足できると思う。ポルシェターボ、今までどうしてもポルシェターボから離れられない人もこの T スペック見たら喉から手が出るほど欲しくなるんじゃないかなと僕は思います。本当にね、いつまででも乗っていたい、そういう車。ほんといい、早いし気持ちいい、音もいいね、よく曲がる。ほんとにフロントが今までの3号と違って逃げない、扱いやすい。今日はねこれまだ今
ミッター解除されてないんで、ブレーキも本当にこのカーボンブレーキもう乗ったらね、カーボンブレーキ乗ったらやめられないからね。入っていく感じ、このスピードしなやかさ、やっぱこういうのがないとねダメだよ。車じゃない、スポーツカーじゃない。さあちょっと足を固くしてみましょう。入りもシャープになるし、リアのロールも減るから回答性とあとトラクションがすごい、圧倒的にやっぱコーナリングのボトムスピードがすごい速くなるね。いやこれサーキットも十分これで走れる。柔らかければ街乗りももう苦じゃないし、サーキット来たらこの R モードのさ硬い方のサスペットにすれば、いや コントロールもね楽だし、これはおすすめです。おすすめっても100台しかないから、ほとんどの人は手にすることできないんだけどな。いやとにかくねフロントのグリップとリアのグリップ、今までやっぱりその正直言ってニスモもそうだけど、さっきときてこうスピードが高い領域になるとなんかやっぱ物足りなさと不安感があったんだけど、この T スペックはそれがないです。フロントの入ってく、しっかり感のそのグリップ、あとそこ切っていってもリアのそのどのくらい動くのか、リアがどのくらいあの粘ってくれるのか、トラクションがかかるのかっていうのはすごく分かりやすくて、そこは自然です、ナチュラル。やっぱこういう車が欲しかった、こういう GTR が僕は欲しかったと思います。あの世界中の人が多分だからね、まあ、みんなはこの車を見ることもなかなか乗ることもできないと思うんですけども、 35GTR この T スペック、僕はやっぱり思うには GTR の完成版、やっぱこれがザ GTR、 35GTR だと思います。欲しい、これがあったらあとも何もいらない、なんとかして。愛しいぐらいいいですねこの車ね、もうこのまま乗って帰りたい。どこがいいかっていうと、まずはねあのまあ見た目、この僕色も気に入ってるし、スタイリングもの 35GTR 好きなんですけども、やっぱりコックピット入った時のこの見える景色、とにかく内装のこのグリーンの革の色とバックスピンのバックスキンのねダッシュボードもそうなんですけども、とにかくこの 35GTR T スペック、もう見える景色がもう違う。そっからこう張り込んでドライブした時にこのしなやかさ、足のやっぱりそのなんていうの、今までにないコーナリング入った時のそのフロントのグリップ感で、リアのしっかりした感じで、アクセル踏めば後ろをこれ4駆なんだけどもリアをしっかり蹴ってフロントが引っ張ってくれる、そういうのが今までのこう GTR だとちょっとギクシャクしたりね、その辺のこう硬さ、こうなんていうのカチッとした感じが今までの GTR あったと思うんですけども、そこを全てバランス取りして、なんか本当にこう人間に、ニュートラルに自然に入ってこれるような、仕上がりになってます。おそらくどんな人が乗ってもあれこれ本当にこの GTR 変わってこれ GTR なのっていうぐらい、車をマイルドにっていうかね、もう全てをカバーして、この居心地の良さみたいなのをね、この車にいつまでも乗ったいっていう
本当にそういう仕上がりになっていると思います。まあ、細部に至るところまでこういろんなこだわり、カーボンブレーキもちろんそうなんですけども、ホイールを 10J にしてちょっとタイヤ引っ張ってみたり、これ、ね、僕らもチューニングカー街乗りで車をちょっといじった時にホイールサイズだとかそういうのをいじりながら車の乗り味を変えると思うんですけども、そういう細かなところ本当にこう、重箱の、ね、隅をつつくようなところをこう車のおいしいところハンドリングのいいところっていうのを探してこの T スペックっていうのは仕上がったんだなって、もうこのハンドルを握ってサーキット今日はサーキット走ったんですけどもドライブしてる時にこう思い描けるような、そんな素晴らしい車になってたと思います。最終モデルになっちゃうのかな、なんかそんな気もするんですけどもやっぱりこう GTR の、集大成じゃないかなと思います。